ほうで始まりました、マテシさんチャンネル。さあ、豚丼でございます。すごい汁がめちゃくちゃ多い、こぼれまくってましたけど、うわいやはや大変でした時間かかった。すごい、この液体の油なの、なんだろう、ボリュームがすごい。さて、今回のドラゴン桜ですね、もうあっという間に夏が終わりました、ね、夏前って言ってさ、夏だ2学期ってなってますね。もう次回は共通テストで、そしてもう本番でしょ、はい、二次試験だよね、早い。まあ、今回ね、模試分析してましたけど、まあどうなってたんでしょうね、東大模試の採点をしてましたけど、点ね。まあ、ツッコミどころはメインチャンネルの方で見てください。で、まあ、理系の人たちはみんな理科に入れ受けて、まあ、合格最低点が一番低い。で、文系の人たちは分散と。まあ、分散も一番低いことが多いですね、一番。そして、こう、自分たちが授業するっていうね。うん、ね、まあ、反転授業とかの方が覚えられるってよく言ったりしますよね。まあ、そういうやつで。ね、瀬戸がやってて、マストはハフトゥーと、同じでって言ったらね、そ小杉さんの目がキラーンって言うからね、違いますみたいなね、あれ面白かったね。で、マストは助上詞なんで、助上詞は現在形とかって、違いますって言ってね、面白かったよね。ハフトゥーは客観的で、マストは命令なんかに使いますみたいなね、なんか、関先生の授業のやつなのか分かんないですけど、まあ、あとは過去形になった時とかのね、違いがありますよねとかって、そんなのやってる時間ないんで、当たり前ですけど、ドラマなんで。ハルトゥーとマストハブ加工分子なんてね、まあ時間ないですね。同時並行型と、なんだっけ、拡散型と保全型ってやってましたよね。夏休みの過ごし方、なんか本を最後まで読むか、同時並行でいろいろやるかみたいなね。拡散型はワクワクする、勉強する場所は自分で決めろ、いろいろ移る、ノルマは5日間の中自由に調整、憧れる人をロールモデルにしよう、誰、テンションが上がる問題集を一つ見つける、ゲーム感覚でハイレベルな問題に挑戦しよう。保全型、自信と安心の積み重ね、勉強する場所は固定しろ、一日ごとノルマを決めろ、仲間と進歩状況を報告しろ、今追っている問題集を徹底的にやる、最初からハイレベルな問題には手を出すな。結局みんな仲間で集まってやってましたけど、同じ場所に集まってあのね、悪ガキだった2人組がね、早急ぐらいでやったらいけちゃうみたいな、おいみたいなね。で、桜木がなんか重箱の隅をつつくような問題が出てくるんだ、早急は。でも東大だったらやるかもしれないから後ろで見学してもいいぞみたいになってましたけど、いや東大の方がむずいよ。問題集の端っこに載ってるようなすごい細かい知識があるんですね。問題集にも載ってないのが出る、それが早急。いや、もちろん全部じゃないですよ。ちゃんと取れる問題もありますから。で、自己採点がね、あったわけですけど。あまあまの自己採点、英語。まあ、自己採点が他己採点ですか。他人にやってもらう。そして、楓はね、両親をついに説得しようと頑張るわけじゃないですか。でも、結局ね、その両親は聞く耳持たずに、持たなかったのかよくわかんないですけど、まあ、無言で立ち去っていきましたね。あれ、夏で2学期の場面が出てたけど、その間の過程はどうなったんでしょう、ずっと無言だったんでしょうか。東大にもオリンピックにも行けたらすごいですね、すごいことですけど、まあ、結構楽しく見ましたが、まあ、現実はどうなんでしょうね。まあ、模試は河合塾のもの、うん、多分まあ何かしらの東大模試なんだと思います、はい、メインチャンネルの方ではね、こういう問題だったでしょう多分っていうのは言いましたけど、まあ、河合塾が協力してますから、制作だから今回学研の文字がなかったですね。学研の参考書出てこなかったんですね。代わりに数研出版が加わってたから、ああ数研出版の参考書が出てきたんだな、どっかにって思いましたけどね。英語の参考書に関しては、まあ、楓が分かんない、ここ教えてって分かるわけないですから、メインチャンネルで解説してますけど、早稲田の問題やってた早稲田の問題なんかやってる場合じゃないと思いましたけど、あんなむずい問題やってるんだなと思いましたが、いやまあ東大行くのは大変ですからね、そんな甘いもんじゃありませんので、そこだけ視聴者が勘違いしないといいなと思っております。早慶ぐらいだったらいけちゃうよみたいなのも怖い
多分ね、いろんな情報をもっとね出したいんだと思うんですが、まあもう去年撮影しちゃってるものだからテロップで補うしかないよね。その東大の、ね、理科2類とか文科3類の説明も2020年に撮影してるけど2021年の情報がテロップで加わってるって感じでしたもんね。いや東大もしもね2021年って書いてありましたけど、去年の時点では2020年だったんでしょうね多分ね。まあ受験生の皆さん本当夏をね無駄にしないように勉強してくださいね。あのなんか授業を取りまくっちゃって復習全くしませんでしたとかね、ならないように気をつけてください。やっぱ自分で勉強するっていうのが大事ですから、最終的には。ちゃんと勉強して成績上げてくださいね。はい。食べる牧場ミルクを買ってきました。はい。よいしょ。で、お知らせといえばドラゴン桜つながりですね。そのドラゴン桜の後にやってるじゃないですか、林先生の初耳学。まあ、6月20日はね、カリスさん出ますんで。そうそう、うちのチャンネルによく出てくれてる。すごい、これ濃厚かな。そう、よくね、みんなが、ね、学歴中たちが批判してますけど、やっぱカリスさんってもう段違いの天才ですから、レベルが違いますので、で、まあ、林先生の目に留まって出ることになったということでね。いや、すごいですね。もうね、すごいよね。めちゃくちゃ。で、ほら、岡田准一だったでしょう。この間は、こうも有名な俳優さんだったりとか、ほら、ローラとか出てたし、小池都知事とかも出てたんですよね。山田孝之さんでしたっけ、この間は。その前。うん。とか、まあ、すごい有名な人たちが出てる中で、カリスさんが呼ばれたとか、ひえー、みたいなね。まあまあまあ、大天才ですし、すごいやってることとかもすごいんで、研究内容とかね。どの程度、オンエアに乗るのかわかんないですけども、すごい。めちゃくちゃ緊張したって言ってましたね。まあまあまあ、テレビの収録に関しての動画も出ますので、いずれ。もうすでに撮ってあって、編集も終わってるっていうね。仕事が早いですね。そうそう。で、知ってたんで出るっていうのはもうずっと前から。で、当然、1週間前に情報解禁なんで、13日のオンエア終わってから解禁って形だったんですが、収録前から知ってたから、収録決まったんですよって言ってて、すごい話盛り上がったって言ってましたね。まあぜひオンエア楽しみにしてください。これね、カリスさんもすごい有名になったらいいなと思ってます。はい、僕も宣伝しますので、初耳学のスタッフの皆さん宣伝します。頑張って。なんでね、6月20日ドラゴン桜終わったらぜひ初耳学の方ね、カリスさんの方も見てください。皆さん見逃しても TVer やパラビで、これ TVer やパラビの人も喜んでくれるかな。あ、その辺の CM もちゃんと動画に入れましたんで、カリさんとのトークは。一応当日に出そうかなと思ってます、動画自体は。で、6月20日トイックなんで、トイックの生配信の後に動画出そうかなと思ってるんで、3本になるんだよね。だから、トイック受けてきた後の感想の動画と、その後生配信やって、その後にカリさんの動画出すって感じになると思います。もしかしたら20日はちょっとサブチャンネルは休みになるかもしれません。そんな、ドドドドと出すので。まあ、ぜひ、楽しみにしてください。出そうと思います。カリスさん出演おめでとう。これからいっぱいねメディアとかに取り上げられていけばいいんじゃないかなと思いますね。本当にもっと知られるべき人ですから。将来アメリカでカリスさん暮らしていくでしょうから、その時僕は自力でアメリカで暮らせなかったらちょっと離れかなんかで暮らさせてくださいって言ってるんで。はい、という感じでした。ぜひまあ来週、ドラゴン桜と初耳学、ぜひ見てください。全く関係者じゃないですけど。はい、ご視聴ありがとうございました。Thank you for watching.